お疲れ様です。タロタロです。今回はリオレイヤー種の武器防具について立ち使い目線での評価をしたいと思います。主なトピックは2つで、1つは武器を作るかどうか、もう1つは防具を作るならどの防具を優先して作るかについて話します。あくまで一立ち使いの評価として参考にしていただければ幸いです。それではまず武器について見ていきます。まずリオレイヤー種の太刀は毒属性なので通常レイヤーの太刀と比べます。比較すると攻撃力は240高くて属性は196下がります。ただ毒ってちょっと評価がしづらいですよね。毒はある程度攻撃して一定以上蓄積したら発症して、で体力に対して割合ダメージを与えます。なので1クエストあたりの毒の回数が変わらないのであれば毒のダメージは変わりません。じゃあどういう時に毒の発動回数が変わるのかというと、自分の火力に対して相手の体力が高くてかなり長期戦になる時かなと思います。そしてもしギリギリの戦いで2回目の毒が入っても毒弱点でない限り体力の約 10% 程度しか削れないらしいです。それを考慮するとほとんどのケースで素の攻撃力が 1.15 倍程度あるリオレイヤー種の太刀の方が使い勝手はいいのかなと思いました。装備スキルに関しては体力増強レベル2と回避距離ラップレベル1ということで、個人的にはどっちもそんな必須というわけではないし好みなのかなと思います。そして次に汎用性の観点で優秀なクルルヤックの太刀です。クルルヤックの太刀は攻撃力は低いですが回心率が 30% あります。この回心率から実際の攻撃力の期待値を計算するとこんな感じかと思います。ということで攻撃力の期待値的にリオレイヤー種の方が上回ってるし、さらに毒属性もあるということで、最終強化までやったらリオレイヤー種に軍配が上がるかと思います。ということでリオレイヤー種の太刀、汎用性ではかなり強いよねっていう話にはなるんですが、ただ武器ってやっぱ強化するのがめちゃくちゃ難しいんで、イベント期間だけでこの1本で十分っていうレベルまで鍛え上げるのは少し難しいんじゃないかなと思います。本当に家の周りにレイヤー種が300体くらいはいたら考えるかなっていう感じです。ポテンシャルは高いと思います。それでは次に防具です。頭から順に見ていきますが、頭は微妙です。スペシャルスキル威力アップも風圧耐性もわざわざつけたいスキルじゃないかなと思います。これであればレウス頭とかクルル頭の方が優秀だと思うんで、自分は頭の優先度は低いです。そして次は胸。スキルの並びだけ見たら結構優秀そうな感じしますね。ただ太刀的には集中はそこまで必須ではないので、弓とか体験とか、そちら辺の武器とかには結構使えるのかなと思います。ただ現状竜属性攻撃強化の胸はこれしかないので、将来性に投資してグレード5の状態で置いておくとかはありかなとは思いました。次に腕。風圧耐性が効くモンスターとかには使えるかもしれませんが、正直原種のレイヤーの腕が結構優秀なんでそっちでいいかなと思います。次は腰。この腰はマジで熱いですね。グレード6で見切りレベル2に進化します。これとクルル足を組み合わせるだけで回心率がプラス 30% になるので、かなりでかいと思います。正直今まで腰で優秀というか火力が取れる防具ってのがあんまりなかったんで、それと比較するとかなり使い勝手いいですね。雷属性であれば飛びかがちの腰、氷属性であればレイゲーナの腰が結構強いんで、それ以外の属性であればほぼこの防具一択になるのかなくらいには優秀だと思います。自分はこのイベントの中で一番優先して鍛えたいなと思ってる防具です。最後に足。これも結構強いですね。現状は竜属性の武器がないんで使い道はないと思うんですけど、将来的に竜属性の武器が実装された時は、スペシャルスキル威力アップもおまけとしてはかなり悪くないんで、この防具は結構選択肢に入ってくるんじゃないかなと思います。最後に自分の中で作りたい部位の優先順位をまとめると、1番が腰、2番が足、3番が胸で、頭と腕はお好みでって感じですかね。ということで今回の動画で話したかったことは以上になります。今後も NOW の動画上げていこうと思うので、よければまた見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。